今回は川崎第40段周辺のラーメン屋さんです。まずはね、貝塚にあるトントコトンっていう二郎系のラーメン屋さんです。友人のね、ロンさんに、バーデンハウスという銭湯がなかなかいいぞということで、露天風呂もあってね、サウナもあるんで530円でね、行ってみた方がいいんじゃないですかって言われて行った帰りに散歩してたら、こんなところに二郎系のラーメン屋があると思って、まあね、そんなにお腹空いてないかったんですけど、入りますよね入っちゃいましたよ。そして僕は大ラーメン食べてみました。正直よくわかんないですけど、なんか店の雰囲気がかなりハードコアな感じだったんで、麺の硬さどうしますって言われた時に、絶対ゴワゴワだなと思って、僕はまあ生茹でとか嫌いなんで、ヤワメでお願いします、できますかって言ったら、できますよって言って、じゃあヤワメですねって言われてやってもらったんですけど、めっちゃヤワメで正解。ヤワメでね、結構硬かったもんもう僕毎回ヤワメにします。もうね、全然期待してなかったんですけど、そのね、わしわし麺に乳化してるっていうのかな、なんつうのかな、燕三条ラーメンぐらい背脂がバッチシ入ってるから、もう乳化っていうか背脂だらけでねもうね、すごいですよね、濃厚なスープ、それでね、くどくなくて美味しいっすね。でね、トロットロのチャーシュー、これはやばい、こんなね、近所にこんな店があるんだと思って、もう絶対毎回行きますそしてこちらがね、貝塚の、駅寄りですね、貝塚商店街の入り口の近くにある曲がり鳥さんです。こちらもね、最近ね、しょっちゅう行ってる店なんですが、本当にね、こちらのね、まあ淡麗系のラーメンがとにかく美味しい。もう本当、飲んだ締めにもいいし、普通の時にもいいし、もうね、こちらね、ぜひぜひ行っていただきたいと思うんですよね。昆布水のつけ麺が売りだと思うんですが、醤油も塩もね、美味しいんですよ。で、夜もやってて、夜は飲み屋みたいなんですけど、今回もね、ラーメンだけでいいですかって言ったら、あ、どうぞってね、普通に入れてくれたんで、全然大丈夫みたいです。この日はね、ロンさんとね、ヨッチさんとね、飲み友と飲んだ帰りに、塩そば行かせていただきました、本当にね、ちょっとね、癖があるんじゃないかってぐらいね、香りはすごいパンチが効いてるんですが、本当にね、そんなことなくてめちゃくちゃ美味しいですね。臭みとか ね、あの生臭さとか全然なくてね、本当にいい感じにパンチが効いてて、優しい味わい、全粒粉のこの細麺もね、いい感じなんですよ。大盛りしたんですけど、この日もう一杯いけるかなってぐらい美味しかったですね。本当にこちらね、川崎の隠れた名店なんでね、ぜひぜひ来ていただきたいと思います。そしてね、ニュートモチン川崎店さんですよ。もう飲んだ帰り、並びたくないのにね、行ってしまいました。並びたくないけど、並んでても食べたい、そういうラーメンですよね。この日も11時半ぐらいだったのかな、でもやっぱね、12ぐらい並んでましたね。なんだかんだで30分ぐらい待ったのかな、酔っ払さはちょっと覚えてないですけどまあ本当に、なんていうんですかね、こうノスタルジーあふれる、誰にでも支持されるというか、みんなね、どっかに、ね、覚えてるんですよね、あ、懐かしいっていうようなこの味を。だからね、やっぱみんな美味しいと思っちゃいますよね。人気なのうなずけるっていう感じですよ。そして最近なんか流行りのスープがめっちゃ少ないラーメンでね、もう1300円とか取られたりするけど、こちらはもうなみなみこぼれるんじゃないかぐらいのスープに麺もたっぷり入ってるしね、もうチャーシューもチャーシュー麺じゃないのにチャーシュー麺じゃねえかってぐらい入ってるんで、もうね、そんで700円とちょっとでしょ、もうビビっちゃいますよね、僕はね、もうこう起きたらわかめトッピング定番です。もうこんなで、これで普通のあれですよ、ラーメンですよ、チャーシューじゃないんですから、これで。もうね、ここ
こうね、見習うべきなラーメン屋さんたくさんあると思うんですよね。ぜひぜひね、こちら来ていただいてね、同業者の方も食べていただきたいと思いますね。そしてライス無料でしょ。小中大とあってね、中にしたんですけど、なんか前の中より減ってた感じはありましたけど、まあ全然次大頼めばいいだけなんでね、何の問題もないんですが、おしんこも食べ放題だしね、もう本当に美味しい、量もある、もう最高ですよね。川崎にね出店してくれてありがとうしかないぐらいのね、本当にこちらもう文句は何にもないですね。もうありがとうしかないです。もうありがとうございます。まだ未報の方はね、本当に行っていただきたいと思います。まあ1時間も並ぶんだったらあれですけど、12ぐらいだったらね、多分ね30分前後で行けると思うんで、ぜひ行ってみてください。そしてこちらはね、視聴者の方におすすめしていただいた、ニュータンタン酒場、ニュータンタン麺の、飲み屋バージョンというお店ですね。なかなか面白そうだなと。で、飲みのつまみの、メニューもなかなか揃えてるよということだったんで、この日はね、ここでちょっと飲んで、で最後に締めで、ここで締めて終わろうということでね、行ってきました。まずはね、風呂上がりだったんでビールで行ってみました。まあ、ドリンクはもちろんね、いろんなね、かゆいところに手とかが届くような、おつまみもね用意されてて、値段もまあそこそこなのかな、いいんじゃないかと思います。もう本当にね楽しそうな感じで、ちょっとワクワク感ありましたね。でこちらね、タンタンもつ煮っていうのがあったんで、なんかすごい気になったから頼んでみたんですけど、まあ、普通のもつ煮がちょっと辛いだけでしたねどこが単体やねんっていう感じでしたけど、まあちょっとまあどうなんでしょうねそしてこちらおつまみのネギチャーシュー、これはまあ美味しいというか、まあ量も味もそこそこだったかなって感じで、なかなかいいかな、次行ってもまた多分これ頼んじゃうだろうなって感じのあれでしたね。餃子のハーフはね300ちょっとぐらいだったんで、それも3つなんですけど行ってみました。ちょっとねこれはかなり残念な感じでしたけど、まあ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 いいんじゃないですかね。まあまあそこそこ飲んだんで、締めを食べようということで、鬼辛セカンド、鬼辛の辛さになおかつ山椒のピリ辛を効かせているというね、ニュータンタンでもかなり辛い方の部類に入るラーメンですね。ニュータンタンって中辛以上大辛とか鬼辛にしても、ただ唐辛子がいっぱい入るだけで辛さがあんまり変わらず、なんか粉っぽくなるだけで嫌いだったんですけど、こちらの鬼辛セカンドはしびれとか、なんか多分カイエンペッパー入れてるんでしょうね、違った感じでね辛さがあってね、粉っぽさもなくて美味しかったです。とっても美味しかったですけど、じゃあ鬼辛ってほど鬼辛かっていうとそうでもなくて、まあ北極の3ランク下ぐらいの辛さって言っていただければわかるかな。でも次の日のお腹のダメージというか、お尻のダメージはかなり大変だったので、なんか他に入ってるかもしれないですねでもねかなり美味しいんでね、僕好きです、セカンド、ぜひぜひ食べてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。